はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは、パンサー450でございます。今回もね、ちょっと面白い検証動画を撮ったんですが、いつもと違って短い動画になっております。というのもやっぱね、検証動画ってね、どんどんね、長くなってしまうので、ボリュームたくさんになってしまうと最後まで見るのが大変になると思いますので、今回はとても短い動画になっておりますので、どうぞ気楽にね、見ていただけると幸いかと思います。でね、今回検証する動画の内容はね、2つありまして、まず1つ目は我が家にね、ICS ファクトリーさんの、ノワールシャープ01があるんですけども、このペダルがね、この間ツイッターで ICS ファクトリーさんの、ペダルの中で何が一番好きですかって言ったら、圧倒的にこのノワールシャープ01が多かったですね。あのプロギタリストの長嶋智樹さんも気に入っているというぐらいのペダルなんですけども、これね、ほんとおすすめですよ。で、このね、ノワールシャープ01に、実はカスタムショップ製と言われるものがあるんですよね。これがそうなんですけども。じゃあね、同じノワールでカスタムショップ製と普通のバージョンと、どれだけサウンドに差が出るのかというのを検証しております。それが一つ目でございます。そして二つ目。フリーザトーンさんの集計グループね。これコンプレッサーなんですけども、今回は一番ね、ギターの信号から後ろに繋いで、ブースターとして使ってみるという検証動画を作っております。では行ってみましょうか。まずは、ノワールシャープ01のサウンドからいきましょう。うん、とってもいい音です。はい、続きましてカスタムショップ製のノワールね。すごいハイが出てね、サウンドが攻撃的になるって感じがカスタムショップ製かな。まあ、好みの問題やろうけど、まあ、僕はカスタムショップ製の方が好きかもしれない。そしてね、最後はね、フリーザトーンのシルキーグループをブースト代わりに使って鳴らしてみましょう。とてもいい感じ。あの、ブースターな感じでも使えますね。ちょっとノイズは出るけどね。そんなとこでしょうか。